し、あそこにはしごを下ろせば外に出られるな。はいですの、ご主人様。ここを抜ければあとは目指せケセドニアですのね。ケセドニアへは砂漠越えが必要よ。途中にオアシスがあるはずだから、そこで一度休憩しましょう。ガイ、あなたが先に降りなさい。私が足を滑らせたらあなたが助けるのよ。俺がそんなことできないの知ってて言ってるよな。だって早くそれを克服していただかないと、ルークと結婚した時に困りますもの。ルーク様はもっとずっと若くてピチピチの子がいいですよね。婚約なんていつでも破棄できますし。何ですの？何よ。ルーク、あなたって最低だわ。何なんだよ、俺のせいかよ。いやあ、仲が良さそうで何よりです。あんたの目は節穴かっつーの。優先だ。分かってる。いいご身分、チャラチャラ女を引き連れやがって。あいつ俺と同じ顔。どういうこと？ところで、イオン様が連れて行かれましたが。うわぁ！しまった！どちらにしても六人称にあった時点で、おとり作戦は失敗ですね。バチカルに戻って、船を使った方がいいんじゃないか？無駄ですわ。なんで？お父様はまだ、マルクトを信じていませんの。おとりの船を出港させた後、海からの侵略に備えて港を封鎖したはずです。陸路を行ってイオン様を探しましょう。仮にイオン様が命を落とせば、今回の和平に影響が出る可能性もゼロではないわ。そうですよ、イオン様を探してください。ついででもいいですから。決めてください、ルーク。イオン様を探しながら陸路を行くか、あるいはナタリアを陛下に引き渡して港の封鎖を解いてもらうというのも。そんなのダメですわ。ルーク、分かってますわね。まあ、うるさい。大体なんで俺が決めるんだよ。責任者はあなたなのでしょう。いやみなやつだよ、本当。リークロ、ナタリアを連れていかないと、いろいろやばいからな。イオン様、どこに連れてかれちゃったんでしょう。陸艦の立ち去った方角を見ると、ここから東ですから、ちょうどオアシスのある方ですね。私たちもオアシスに寄る予定でしたよね。ルーク様、追いかけてくれますよね。ああ。それにしても、俺と同じ顔のあいつ、アッシュとか言ったな。はぁ、薄気味悪い。